くんチャンネルです。はい、今回はね、ちょっとね、ガンプラのね、これはこれですね、シャア専用のズゴックですねを、まあ作ろうかなって思ったんですけど、足はこれ作ったんですが、この胴体がまだ乾いてなかったので、ちょっと置いといて、この今回はこのミーデコの、真剣勝負ですね、真剣勝負を、作ってるところで、全部ね、この、まあ、これはロケットの方かな、ロケットの方とで箱のとこ、後ろの箱ですねのとこと、キャビンのとこで、このシャーシのとこですねを磨いて、で、下地でフィニッシャーズさんのとこの、ウエストブラックを拭いてみました。でちょっとね、乾かして時間が経ってまして、まあちょっとまあ今乾いてるんですが、ちょっと薄かったかなと思います。まあこれはね、一回削ったりとか、ちょっとして一旦ね、これ全部中間の塗る方は、クロームシルバーを拭いてみたいと思います。はい、で、このボテとボテの箱ですねと、このシャーシですね、シャーシはまあ、これはクリアルージュを拭きたいかなと思ってます。はい、でこのボテは、クロームシルバーを2回ですね拭きたいかなと思ってます。このロケットもクロームシルバーで塗りたいかなと思ってます。はい、でキャビンの方も中間ではクリアシル、クロームシルバーを拭くんですが、その上に、クリアブラックをこのね、ここのとこですねまでは拭いて、でこのここのキャビンの上ですね、屋根のとこを、まあ、クロームシルバー拭いた後に、クリアルージュかな、クリアルージュか、クリアオレンジをどっちかまあ拭きたいかなと思ってます。まあとりあえずね、このキャビン黒とこの屋根ですね、赤にまあ赤っぽいやつですねに、ツートンみたいにしたいかなと思ってます。はい、まあね、出来上がりがこんな感じになってくれたらいいかなと思います。はい、まあ一応ね、こんな感じで今下地をウエストブラックで拭いてでやってますので、また上塗りでねやっていきたいかなと思ってます。はい、でまあ綺麗にね、拭いて綺麗に作っていきたいかなと思ってます。はい、まあ、今回はねこんな感じでちょっと、このミニデコの真剣勝負ですねの下地を拭いてみました。はい、またねこのトラックとでこの、シャア専用ズゴックですね、乾いてでしたら、作っていってね完成させたいかなと思ってます。はい、それでは今回はねこの辺りで、終わらせてもらいます。はい、お疲れ様でした。どもくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ、お疲れ様でした。